ヘルムマスターだね。そうです。ねえ。へえ。あ、ごめんなさい。スイッチがあれやった。勝手に鳴らしちゃった。あ、一応これ動くの。はい、あ、でじゃあこれをやった。ああ、そうですね。ああ、これヤマハの。あ、そうです。ですよね。そうですよね。おお、ね、これがねあるといいっすよね。あ、映ってないな。ねこれがあるといいっすよね。あ、止まれいかんな、一応船の免許持ってんだけどね、俺一応ね一応持ってんだけどまあでもこれがあればね、その場展開が ね、 そうです ね、 ねできるから、この動きができるだけだいぶ、いやもうだいぶんところじゃないですよ、もうこれをねマニュアルでね、やるのはもう至難の技ですからね。しかもこうやってこう斜めにね、横に、あ、止まれ、あ、やばいやばい、ぶつかった、あ、ギリギリ、すごい、お、いけましたね。というかこれがよくできてるから、上手だと、いや、あ、なんか光ってる、はい、すみません、ありがとうございます。ですね、あ、このバイクとかもいろいろ、あ、朝井電装さん、あ、失礼しました。その昔よくお世話になりました。なんか新しいなんかバイクなんかあります？従来ですよね。まあでもね、最近いろいろ作りましたね。IoT、今流行りの。AI を使ったクラウド。ああ、日本語だったらびっくりした。AI を使ったクラウド。うちは、オートバイのセンサーの。そう、うちのセンサーを全部車両に乗せて、また車両からデータを取って、ソフトウェア環境と追加で、ソフトウェア環境というのと、車両からデータを取って、マイクロカントローラーに送って、あとカントローラーからデータを Bluetooth で携帯に送って、携帯からクラウドに送って。ああ、AWS なんですね、やっぱり。AWS を使って、AI とマシンラーニングを使って、いろいろユーザーと会社向けのアプリケーションを作っています。例えば、まあ、ビッグデータ使って、そうですね、例えば今同じ車両ですが、横のシステムをついて、同じ車両を3人の人が 8% とかゼグザグパーテンで運転して、このシステムからグラフを作ってみた時に、例えばこの人の運転はいいか悪いか、あとブレイクはどうやって使っているかというようなアプリケーション、私のねリクエストは、そのアングルセンサーも当然欲しいんだけど、アングルセンサーの解像度あ、なんだ、分解の、これハンドルアングルですよ。だから打角をできれば 0.01 度ぐらいまで、どうぐらい測ってほしいのと、あとそのソーダトルクをつけてぜひ測ってほしい。でもこれ市販車をターゲットですよね。市販車、パッパッコマーシャライズ、車両の会社どれでもこのシステムが入れるか、2輪メーカーね。でも2輪メーカーはまだ
市販車、パブリックには使ってないですよね。使ってるもん。今はプロトタイプです、うん、これそうだよね、そうだよね、そうだよね、インドで作ってるソフトウェアも作ってて、アサイベンソンさんってインドあるんでしたか？インドになります。インド、はい、ウェア？常用電車バングローあ、バングロー大都会、何度か大都会バングローは行ったことないな。あ、バングローこっちやった工場、あ、そうなんですね。今日はインドから。あ、そうです。でも日本語ってダメだ、すごいですね。いや、これちょっとぜひね、ぜひちょっとそういうのも僕ときにはしてほしいな。ハンドルのそのソーダトルクと、はい、高くはもっと分解の超細かく、はい、ぜひ、はい、ちょっと一回動画止めます